ジョーダン199は、ジョーダングランプリが1999年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーはマイクガスコイン。199は前年途中チームに加入したマイクガスコインを中心にマークスミスラによって開発された。当初失敗作とみなされていた198を改良したガスコインは、トーマシンの出来によってさらに評価を高め、 翌2000年にはルノーへ引き抜かれることになった。エンジンは、ジョイント2年目となる無限、ホンダ V10 で、メーカー系のワークスエンジンに見劣りしないパフォーマンスを発揮した。タイヤは、グッドイヤーの撤退により、今季より、ブリジストンタイヤを履く。当時の F1 レギュレーションでは、ローンチコントロールは禁止であったが、アンチストールシステムについては合法であったため、チームでは、 アンチストールおよびビットレーンでのスピードリミッターの名目で実質的にローンチコントロールを行うシステムを導入していた。ただしこのシステムは発進50秒以内に動作をキャンセルしないとエンジンがシャットダウンするシステムだったため実践ではドライバーの操作ミスでマシンがストップしてしまうことがしばしば起きた。特に同年のヨーロッパ GP では同システムの解除ミスで マシンが2台ともストップ。さらにそのことが国際自動車連盟のスチュワードであるチャーリー・ホワイティングに目をつけられる要因となり、次戦のマレーシア GP からは同システムの使用を禁止された。前年にチームとしての初優勝をワンツーフィニッシュで飾る劇的な経験をしたジョーダンは、この年さらなる躍進を遂げることとなった。 新加入のハインツ・ハラルド・フレンツェーンが2勝を上げ終盤までタイトル争いに食い込む活躍を見せ、前年チームに初優勝をもたらし残留したデーモン・ヒルはサンマ割の GP の4位が最高で表彰台に上ることはできなかったが、卓越したマシン開発能力はシャーシの進化に多大な貢献を果たしたと言えた。ヒルはこのシーズン限りで F1 を引退し、 そのキャリアに幕を閉じた。フレンツェントヒルの活躍により、チームは、フェラーリ、マクラーレンに次ぐコンストラクターズランキング3位を獲得。これは2005年のチーム売却まで上段のランキング最高位であった。ありがとうございます。